オス、フンドシブは日本の舞台作品。略称はオスフン。細川徹る脚本、川原雅彦演出。2010年に初演、2012年2013年に再演された。2012年の日本フンドシ協会によるベストフンドシスト特別賞を受賞している。2013年秋には続編の舞台、続、オス、フンドシブ。 が上演された。2013年4月からテレビ神奈川他で、テレビドラマ化された。ある高校の学園祭でかつて行われ、今は忘れ去られている、白ふん流しの復活を目指すふんどし部を描いた青春、おばか熱血学園ドラマ。かつて聖、エルモス学園には、毎年学園祭に有志が集まり、白ふん流しという演目を披露するのが、伝統になっていた。しかし時代は、 流れ、今では忘れ去られていた。そんな学園に入学してきた一人の純朴な少年を中心に伝統を復活させるべく、五人のイケメン男子たちが立ち上がる。しかしながら、行く手を阻む者も。果たして、白ふん流しは成功するのか。ふんどし部その他、キャストスタッフ二千十三年九月六日から十六日に CBGK しぶ劇で講演された。キャストスタッフ、 ダンスミュージック熱血学園ドラマオス。フンドシブ。のタイトルで2013年4月11日からテレビ、神奈川ほか各局にて、また同7月14日から BS 富士にて、全国放送された。全13話。また、ダンスミュージック熱血学園ドラマオス。フンドシブ。シーズン2南海度当編のタイトルで、沖縄を舞台に続編が制作され、 2014年1月3日から、テレビ、神奈川ほか各局にて放送された。全11話。主要人物その他、ゲストゲスト放送開始に先立って、ナビゲーション番組、オス、フンドシブ。前夜、祭りフンドシってなんだ徹底解明スペシャル。が放送された。シーズン2放送開始に先立って、ナビゲーション番組、オス、フンドシブ。 前夜祭オスフン2の魅力、徹底解剖スペシャルが放送された。イケメン男子が白フン姿に人気舞台、オス、フンドシブガレンドラ化。 オーコンスタイル、http コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュコンフィデンスラッシュ2018590スラッシュフルスラッシュ ab イケメン俳優たちの、シロフン姿がついに茶の間に人気舞台、オスフンがドラマ化再々、サイサイエンテテ定。バークス。 http コロンスラッシュスラッシュ www.works.jp スラッシュニューススラッシュ id イコール10億84641ありがとうございます